いらっしゃいですよ。映画を見に行かないんで。映画割り行ってます。いや、映画見に行ける。あ、行かないです、普段。宮本さんは？映画は、ああ、そっか、最近行ってないわ。もうだいぶ500円近く、1000円近く安くなります。あ、行きたいんだけど、ボブマーリーのやつ行きたいんだけど。あ、始まるか？もう始まったんじゃない？始まってますか？見に行きたいですね。俺行きたいの。ボブマリーの映画で。知らんだよ。知らんがちょうど若い時にめちゃめちゃもう。そう。わーっと。で、ここ CD がそれしかない。で、ずーっとこれがない。ずーっとこれない。じゃあ絶対見に行かない。そう。ほんまにずっとこれやんな。ずっとこれ。これしかない。バカなちゃん来た時ぐらいダンとしたな。そうな。ダンとした気分。いやでも、な。もうお互い、あと20日ぐらいな。ほら、もう練習できるのがもうあと20日ぐらい。なんだろう、もう1週間ぐらい前にはもう開けるから、疲労の間に開ける。しんちゃんの場合、減量もあるもんな。え、な、何キロ減量？あと8キロ8キロ？そう。でもそんなもん、いつも。いやいやいや、今日もう10キロや落としてる。90だった。90近く太ってた。89キロぐらい。でかっ。で、あと8キロ言ったら結構もう慣れたもん。いや、久しぶりなんでちょっとどうかな。最後水抜きは何キロするの？水抜きは今までは多いかったけど、もう今回は少なくしとけばいい。うわぁ、まあ、3、4ぐらい。あ、3.5 キロぐらい。ほな、今から普通に5キロ痩せなあかんってことか。そうだよ。俺は逆に増やす方、今もう77、8しかねえから。で、食べてやっと80になったかなと思ったら、またすぐ戻るから、もう80、だから82ぐらいにしてしたいんだけど、80いかない。まあ、毎年そうだけど、だんだん年取って筋肉が落ちてきて、体重が落ちてきたから。でも腕は戻ってきた。腕はちょっとだいぶ戻してきた。さっき動画で見ててもなんか腕太いなと思って。なんか張りというか、節がな。そうね。右腕はだいぶ戻ってきた。すごい張ってる感じが。いい感じ。すごいする。いや、もうわざわざありがとう、今日来てくれて。お前、だからしんちゃんにも会えてよかった。もう試合前。なあ、お互い一緒に、いい報告できるように。ほんまよ。あの時はしんちゃん負けて、俺たちは優勝したんだよ。そうでしたね。今回しんちゃんが負けたら俺たち優勝、勝ったら俺たち負けるかもしれない。全員勝つ方向。そうだな、そっか、そうだね。そうしたいね。なんとかまあ優勝したいけど、まあ多分楽勝で勝つんで。今回はね、マスターズと両方世界大会の予選になってるから。でも、しずちゃんはあれがないんです、階級の。無差別級。あ、じゃあもう、なんだっけ、食べてない。そう。でも、まあ、勝てば10回目の優勝、だから、記念すべき。そうそう。と、まあ、世界大会の予選、だから、の切符も初めて世界大会。いけるって。あんまり気負いすぎる。あんまり、そう。まあもう最終段階でめちゃくちゃいい感じになってると思うから、あとちょっとした確認。俺も2年ぶりだから、ちょっともう試合の仕方忘れた感じ。2年試合してないから、なんとか。まあでもベテランだから、そこはまあね、若い子が2年空いてったらね、あれですけども、30年忘れとるから。そうね、体が。そうね、まあもう正念場でも、これで結果出なかったらちょっとどうなるかなっていう、自分が精神的にどうなるかなっていうね。精神的にというか、まあどうしようかなっていう。宮本さんはもちろん、ね、自分としては、ね、勝つつもりされてると思いますけど、でもまあ周り応援してくれてる人たちはそこまでもね、すごいことじゃないですか。まあね、そう、だから、まあ、期待もそんなに多分されてないし、下馬評ももう今はもう低いし、多分誰も俺が勝つなんて思ってないから、それはそれで別にあれなんだけど、なんかやっぱでも、
結局周りの人、めぐちゃんもそうだし、しんちゃんもそうだけど、また強い俺のことも多分ね知ってくれてるし、それで多分いろんな人に仲良くなってるからさ、そこはなんでそうなれたかっていうと、やっぱ自分にこう結構誇りを持ってたから その分野だけはこれだけはもう自信があって、でこうやって接することができてたんよ。それまではそんなにこう人との付き合いとかもあんまりこうなかったんよ、自信なかったから、自分に。だからさ、それが今度もう案外しっていうことを考えちゃダメなんだけど、多分一回も勝てなかったとかするとどうなるかなって思ってな。私初めて負ける前、負けた時にそういうのすごく考えた、うん、あった。逆に応援してくれるとか、うんうん、あの人が増えたっていうか、もともと応援してたけど声をかけてくれてなかった人たちが、うんうん、ちょっと応援してたよみたいな、うんうん、チャレンジに対してやっぱり、うんうん、あの勇気づけられるような言葉をたくさんかけてもらえて、私も本当に負けたらどうなるんだろうっていう、うん、ての練習記録を作っていったんですけど、で負けた悔しさとか、うんうん、いろんなものがあったんですけど、それ以上にその周りの温かさに触れることが、うんうん、できましたね。でも逆に今負けたらどうしようっていうところが、うん、とか、あいつ勝てるかなって思われるところが、それが逆に反骨心で力になったりとかもするから、そういう気持ちって絶対あると絶対パワーにつながる、うん、でも結果は出る、うん、でもそこにチャレンジするまでみんな絶対そうだね、生き様を見てるから、うんうんうん、まあね、まあほんまそうだね、チャレンジできるだけでもありがたいなって思うしね、うんうん、試合できるだけでも、やるしかないな。まだ今全然自信がないけど、これからちょっと自信にね、あとちょっと、しんちゃんもそうだけど、もうここまでやったから、あとはやるだけっていうね、状態に持っていかないよね、うん、ちょうどこれぐらいのね、試合に1ヶ月前が なんとなく気持ちが落ち着かない時期ではありますよね。そうなんだな。1週間前ぐらいになってくると、でちょっと疲れたりとか、うんうん、そうそうそう、最後にしかも特にメンタルのコントロールの時期になってくるから、だいたいそこで、そこまではね、試行錯誤とがむしゃらな気持ちで、その日自分に勝ったり負けたりっていうのがね、続いたりとかすると思いますけど、前来てくれたのが2016年とか、あんなんじゃなかったっけ、めぐちゃんが東京までサプライズで来てくれたの。そうですね、確かそれぐらいの10年、9年ぐらい前か、7年かな、結構も前だな。咲夜が生まれるか生まれないか、そう、サプライズでね、来てくれたの。あの時は俺も絶好調だったんだよな、まあ、最後まあね、外人さんに負けたけど、でもまあこうやって今日も会いに来てくれたからね、あの時のことをちょっと思い出して、ミラクルを起こしますよ。スパリング見て